みながら思い出のこの街を飛ばす。メロディーの、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。カフェコアラストリームアクス店、今日もオープンです。はい、いつもお相手するのは、本職が歯科技工士です。だけど今日はウェイトですのお名前は美佐子です。はい、それから沢子こと山崎沢子です。うん、この3人が相変わらず今日もやります。私は常連客であります。で、後ろの方にも常連客がたくさん来ましたですね。はい、いつものメンバーですね。常連客ですね、うん、おはい、さてと、やはり今の話題というと僕雨だと思うんですが。雨ね。でも今今日晴れちゃった。うん、そう。さっき降ってたよ。そう。週末なんでも晴れる。いい雨ですね。いい梅雨ですね。聞き分けがいい梅雨ですね。うん、雨の時何する？晴れた時にはどこに行く？田植え。田植え。終わったの？終わりました。無事終了。何田植えた？あなたにとって田植えは何？それは。実は生きがい田植えだからなぜ田植えしたの？そりゃあの無農薬のご飯を食べるためですよ。あの1年分全部作れちゃうんで。作れない本当は何、あの田植えが本職じゃないでしょ。会社で田植えしてるんだって。そうそうそう、だからうちの会社の本職は田植えなんです。ゆくゆくはそうなの。ゆくゆくはそうで、田植えしててなぜあのあれなの、犬に噛まれたの？皆さん笑ってやってください。なんかふくらはぎにね包帯巻いてるらしいですよ。なんでこんな時に犬に噛まれるのかねって。だってね、うん、みんなでお昼ご飯おにぎり食べるでしょ、うん、そしたらおにぎりの倍ぐらいたくあんがいっぱいあったのよ、うん、お漬物があってね、うん、これお漬物はでも食べ過ぎるとみんな食べれないでしょ、おにぎりを食べる、うん、だからもしかしたらワンちゃんも欲しいかなと思って、うん、ワンちゃんにたくあんあげた、うん、そしたらお肉がいいって。うん、サーちゃんの足の肉たくさんの嫌いな犬にこうやっちゃうと噛みついちゃうということね。だからそれはあれだよね、犬さん狂犬病、犬の方にしてあげないとね。なんでよ。サークさん消毒できてないでしょ。なんでよ。危ないよ。なんでよ。犬に同情するよな。まあだけどさ、サウヤする人もいるけどさ、あなたどうする雨降ってたら。雨降ってたらやっぱり音楽でも聴いてぼーっとしてますかね。ぼーっとしてる。今日言ってたんですよ、ラジオでね、うんうん、雨にはとてもボサノバが合うね。おお、ボサノバね、うん、それもいいかもしれないね。ぼーっと聞くにはいいかな、ね、僕雨降るとさ、いつも絵本のこと話すじゃない。覚えてる、ラジオ番組の時にも絵本の話したような気がするんだけど。知らない？岩崎千尋の絵本。あ、お好きって。うん、岩崎千尋の絵本で、うん、雨の日のお留守番っていうのがあってね、うん、お母さんがね、お母さんを迎え、お母さんがいないんでね、ずっとお留守番してんの、うん、で帰ってこないな、まだ帰ってこないな、雨が降ってるな、いつ帰ってくるかなっていう形でずっとページが進んでいってね、うんうん、で、あ、帰ってきた、赤ちゃんも一緒かなっていうことなの。つまりお母さん、あの赤ちゃん海に行ってたんだ、うん、その日のがお留守番で雨が降ってたんだ、うんうん、っていうね、とっても可愛い絵本があってね、待ち遠しい雨ですね。ああ、そのこといつも思い出すわね、僕、うん、ちょっとかっこいいな。でもやっぱり一番いいのはホームページ作りで潰すのが一番いいかな。さすがさすがさすが優等生。うん、だから雨降ってから、昨今の雨っていうのは大変なに、量多いから少しこう洪水とか起こりそうで怖い。うん、そうですね。ねなんかところどころこうちっちゃな崖崩れとか起きてるっていうし、ねうんうん、僕朝早く起きるじゃない、そしたら雷とか鳴る時もあるじゃない、うん、今日は一大事だなと思いながら起きる時もあるのよ。あーもう落ちて起きるからさ、なんか雷が鳴るんじゃないかな。あなたぐっすり寝てるでしょ。ぐっすりもう飛び起きますよ。そう、というようなこといろいろあるけどさ、うん、さっきあの音楽作ったけど本も読むこともあるでしょ。そうですね、ね、私推理小説を読むんですよ、ね、あ、今何読んでるの。今ちょうど今日終わっちゃった、だから今日からこっちの雑誌読もうかなと。これちょうだい。いいよ、この本何でしょう。博多の本ですね。なんて読むのかな、美佐ちゃん。独楽ですか。コマって読むそうですね。そうなんです。なんでコマって書く、はい、こういうふうに書くのかね。一人楽しくくるくる回るんでしょうか。寂しいですね、トルさん。はいはい、なんで僕が寂しいの。いやいや、
コマっていう雑誌を買って、うん、これね博多の雑誌なんですよね、うん、博多の雑誌なんだけどね、うん、昨今よくコアラに遊びに来るのよ編集長とかね、うんうん、で佐和子さんも何回か会ったんでしょ。そうです。最初はあなたに取材されたんだよな。そうです、うん、どうして私に取材したかを聞いてよ。どうしてですか。この雑誌はねちょっとね大人の女性向けなのよ、うん、それで、うん、だから私なのよ分かったってそりゃそうだよ、ね、こういうふうな判断だよ、うん、女の本音っていうページがあってね、ええ、これ読んでドキッとしちゃった、うん、うん、違う私に出会える恋愛に夢中とか、ね、ちょっと待ってよそんな日経新聞の失楽園は男の恋愛体験のリトマス試験紙とかね。あ、男性にも色気は。ちなみに私が出たのはこのページじゃないからね。ちょっとこれね、言っとくけど、こんな読むんですか、うんうん、読んでもいいけどもうやだ二人で失礼しました、ね、大人だよこれ。あ、んいや、そうですね。でもこれ本当にあの情報量がとっても多いですね、うん、でそれとかね、こうやってね、うん、インターネットで別府を遊ぶ。コアラ特集だったんですわこれね、うん、コアラのことをたくさん書いてさ、それから別府の面白さもね、コアラのコアでやってる別府の人たちもたくさん出てくるとかね、うん、それとか私たちが知らない別府のこともね、別府今昔ミュージアムということでいろいろ載ったりとかね、うん、やっぱ結構面白いんですよ。で、1回こっきりじゃなくてね、1年に1回ぐらいは、うん、大分方面別府方面よく特集してるの。へえ、うん、でなかなかこの、編集長がね活発な人でね、うん、元気、うん、藤丸さんといってね、うんうん、うん、最初のあれが良かったですよ。今から取材に行くっていうお電話、うん、ね、うん、今から取材に行きたいんですけどって、うん、どこって言ったら太宰府のインターチェンジ高速乗ったとことか、うんうん、で、5時半ぐらい電話かかってきたんだよね、うん、で7時に会いましょうって言われて、嘘って思ったんだけど行動力そう、本当にパッと来ちゃった。時間通り来ちゃったもんね。びっくりしちゃった。すごい行動力、うんうん、じゃあもう、うん、そのうちだんだんこのコマっていう雑誌が出るにつれ、うん、大分も、うん、とっても人気の場所になるんですかね、うん、で、そのね、うん、と思うでしょ、だからその女性にねちょっとインタビューしてきたんです。今後ろにいる、うん、高橋さんとねちょっとこの前博多行った時に、彼女を取材してきたんですね。はい、高橋さん手挙げて。高橋さん、はい、じゃあそのちょっとではまずその、うん、藤丸さんのインタビューを聞いてもらいましょうかね。うん、これは編集室なのね。編集部、もうやはりさすが雑誌社みたいでしょ。もうぎっちりいろんなのがあってさ、どっか張り紙でさ原稿って書いた張り紙もあったな。あれどういうことなんだろうか。はい、おはようございます。いつも大分に来てもらってますけど、はい、大分と福岡のね、はい、繋がったことに関する感想は、一言で言うと嬉しいなと。よく行きますので、大分仕事も遊びも。別府は昔からよく行ってたんですけれども、で、1時間半ぐらいで車で飛ばす方ですので行っちゃうので非常に嬉しいです。ここは女性スタッフが多いんですね。ええ、うん、皆さんこうやって案内飛ばす人ばっかしですか。いや、基本的に私の車にはみんな乗りたくないと言いますね。そうです。はい、遊びに行くところかしら、それとも仕事なのかしら。いや、遊びに行くところです。あ、そうですか。私たちの感覚からいくと、先日も実はちょっと仕事で20人ぐらいのモニターを連れてある旅館に行ってアンケート調査をやったんですが、その中で20人の中で、半分が1泊2日の旅行にどこに行くかっていうと大分でした。2番目が5人ぐらいで熊本県なんですね。だからそういう意味でやっぱり私たち福岡にいる人にとってはやはり大分っていうと女性を中心にした場合なんですけれども、やっぱりレジャーというか遊びに行くところだっていう印象が強いですね。なんで大分なんだろう、熊本に比べた時に。やっぱり短絡的なんですが、湯布院とか別府とか、うん、有名なイメージしやすい観光地があるっていうことだと思いますけど、うん、熊本だったら阿蘇とかなんかぼやっとしてるんですよね、イメージが。大自然はあるけれども、じゃあ熊本の阿蘇はあるけど、じゃあどこに行けばいいのっていうようなですね、はい、そういう時にやっぱり湯布院とか別府ってはっきりしてるっていうか、ね、はい、コアラと大分とそういうふうな視点から見るとどう思います。コアラと大分すごいっていう感じですよね。なんか
私よくコアラの話はいろんなところでするんですが、ちょっとまず感心されるんですよね。さすが藤丸さん情報通だねって。大分ってそんなすごかったのと。だから先日もたまたま、福岡市長の桑原市長とご一緒する席があったんですが、でやはりそのマルティメディアというか話題になるんですね。インターネットの話とかで遅れてはいけない的な、なんか非常にそういう脅迫観念がありまして、でそういう時に実は大分にコアラっていうのがあってこういう活動をやってるんだと、でもここまで進んでるんですよっていう話をしますと、もうすごく驚きで、どうしてそんな情報を知ってるんですかとか、そういう時に必ず言うのは、福岡市と大分市もっと親しくなって教えを請うべきだと言って、私は一生懸命そういう発言をしてるんですが、至るところで、ね、はい、とにかく交流するための道具として、インターネットをうまく使えたらいいな。そうですね、そんなこと思ってるんですよ。福岡も今だったら本当にやっぱり話題のところは見といた方がいいですからぜひキャナルシティ見ていただきたいと思うんですが、逆にそういうのは結構テレビとか新聞とか媒体に出るんですね、で福岡ってやっぱり 都市の魅力って考えたときに、キャナルのすぐ裏側に路地があって、そこに非常に何年も伝統工芸的にやってらっしゃる方がいらっしゃったりとか、まあ、そういうのはなかなかマスメディアでは出にくい部分なので、そういう情報が少しでもこうお手伝いできて、うまくこのコアラのネットワークの中でなんか皆さんにお知らせすることができればなとは思います。そうですね、じゃあ今度は、博多コマもね、どういうふうにインターネットを使いたいか、そういった観点からいろいろ話していただけますか。今まで読者の方々からお便りをもらうのは、まあ、電話でくださる方もいらっしゃれば、うちの本の中にアンケート用紙が入ってますので、それで返ってきたりしてたんですが、やっぱりその即時性とか、もっともっといろんな方にお便りをいただきたいということで、インターネットの中でうちに関するですねご意見とか感想とか、逆にこういう特集やってほしいとか、こういう情報を載せてほしいっていうような声を、今度私会員になりますので、ぜひどんどん載せていただいて、でそれをうちの紙面に反映していきたいなっていうふうに考えてます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願い。大分特集も年に、少なくとも1回はやってますので、そういう時の情報提供もぜひお願いしたいと思ってます。はい。ということなんだよね。なかなかハキハキした女性でしょ。すごい現金ですよ。ねえ、ファッショナブルだった。そうなのよね。なかなかかっこいいでしょ。ね、確かにね、何回か昨今福岡でちょっと講演してるでしょ。よく聞いてくださるの。2回聞きに来てくださったかな。でそのたびにいろんな人を僕に紹介してくださるんだけどね、そのたびに面白い人を紹介しますよ。なかなかやはり大したもんだね。で、じゃあ女性のネットワークというものを持っててね、その女性のネットワークというのはある意味では情報収集であり、またはいろんなところから問い合わせがあったことに関して、マーケティングの調査を代弁してあげるとかね、やはり女性としてはかなり活躍してる人でしょうね。やっぱこの雑誌も面白いと思うんだよ。く見てみるとね、確かに大人向けという感じの話してたけど、さっきのようなところもあるけど、食べるところ飲むところ、そういったところも含めてちょっと大人っぽく読みますね。なかなか頑張って、最初の取材の時に思わずご飯食べに行って10時過ぎまで夜話してましたよ。話すな。何話すのよ。いや、女の話違う違う違う、真面目にね。経歴がね面白いんですよ。大学はね、心理学を専攻されてて、最初はね就職は、幼児教育の方で保母さんかな、されてて、っていう、それも心障害者の子を預かってた。でそれが突然なって、今は女性の心理をこれでついてるんですかもしれないな。いや、小野さん、博多の女を研究しなさいって言われちゃって、この子をあげるかって言われて、いやもう博多の人食べてればいいですよ。何一人に喜んでですか、顔ばっかりしちゃって。であれだよね、さっき画面の中でさパソコンがあったでしょ、あれやっぱ Mac なのよね。私たちに取材に来てからね Mac 買ったの。ところがね、買い忘れたものがある。モデム？そう。だから相変わらず繋がらないままなんよね。なんだで、コアラ会員必ず紹介してねって言われて、しまった、この前の福岡霊会の時にその人紹介する約束だったんだ。
あ怒られちゃうな。いいじゃないですか。またそれを理由に博多に遊びに行くってことね。タカちゃん行ってあげて代わりに。ね、ちょっと行かなきゃいけないよ本当。うん、タカちゃんはもっと福岡だから雑誌作ってたんだからね。タカちゃんね。よし、雑誌のことじゃんじゃんまたやらなきゃいけないけど。そうですね。その元となるのがね、高橋さんもたまたま今日また座ってくれてるけど、イベントコアラだよな。うん、今ちょっと画面切り替えてくれるかな。イベントコアラこれやってるでしょ。実はこのすぐ今博多コマの事務所のすぐ近くにね、が川端通りなんだけど、今イベントコアラ川端通りのところをずっと特集したのね、この前ね。どんなことあるんでしょう。それは今 あれなんですよ。実は山笠のことなんです。うん、ちょっと字が小さいから見えないけどね。山笠のことで例えば。おこれはドキドキあドキドキあドキドキ大人向けかなこれ、メンズティーバッグってやつですか。これは山笠のね格好でしょ。で、うん、この人焼き鳥屋さんなの。秀吉本店っていうね、うん、この前博多行った時この人のところに行って山笠のことを聞きながら、うん、いろいろ食べたんだけどね。昔見に行ったことあります。ある朝ね、早いんですよね。そうなのよ。うん、今年はね、我々も山笠特集やってみたいなと。うん、だから取材もしてみたいし、うん、ビデオ映像も少し撮ってみたいな。さあちゃんレッツゴー。朝早いの？あれだけにしよう。水をね、わーってかけるの山に向かって、うん、だからね、うん、びっちゃびちゃになっちゃうのね。ねー、うん、みんな裸で水着で行かなきゃダメだよ。ってことはないから。ということでね、博多に関してはもっともっとその藤丸さんあたりにいろいろ取材しながら面白い情報を集めてみたいと思ったんですね。うん、だけどこれ見ていただいている方々にもぜひともいろいろ教えてもらいたいよな。そうですね。うん、というようなことを考えながら、じゃあ次のことを考えてみようか、はい、ということで場面転換をちょっと考えましょう。お休み30秒。村上君入ってくるかい。今のは？うん。今日の？あ、今日は外からね、雨降らないかなと思って。雨乞いでもしたんですか？どんどこどんどこどんどこ進まなきゃね。進まなきゃ。あ、おかしいな。雨が降ってるはずだったんだけどな。ねえ。うん、でも僕はだからまあ実は昨日も晴れだったんかな。うん、昨日はだから。晴れた時にはずっとこの中に閉じこもってるという、おかしいね。雨が降るとさ、びしょ濡れになってあちこち出ていってさ、本当にね。ちゃんと田植えしなきゃね。そうだよ、うん、田植えしなきゃ、うん、だからさ、雨だから悩むのは僕だけじゃないと思う。悩んではないのかね。雨でいろんなことを考えてる人はたくさんいると思うね。うん、3人いるから誰か一人呼ぼうか。やっぱりあの真ん中よ、うん、真ん中、真ん中、おー、ワイヤード。おー、おいでおいで村上くん。なんてか、真ん中アーミーしてます。よっしゃい。いらっしゃいませ。じゃあちょっとこっち座ってもらおうか。はいはい、どうも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 。はい、お疲れ様です。こんにちは。こんにちは、どうも。はい、ちゃんと音入ってる？それより画面入ってる。あ、でかいっすか。大丈夫かな。はい、別府市にお住まいの村上さんです。村上でございます。よろしくお願いします。お仕事は？別府市役所で企画調整会におります。かっこいい。いや、大したもんじゃないです。どんな企画を調整してんの？いろいろ、企画っていうのはね、雑用係なんで、調整会ってあるでしょ。だから、市役所の中のいろんなやつを、この課とこの課をこう仲良くさせなさいとかね、そういう調整をね、やられてるんですよ。仲人してる。仲人ではないんですけど、まあまあまあっていう、お仕事を割り振りましょうっていう、うん、そんなことですよ。このハイパーステーションの中の調整家は誰なんだろうね。僕はややこしくしてるばっかしみたいな。引っ掛けます。誰か一人がいなければとか。ねえ、あなたずっと別府生まれ？そうですよ。ずっと別府生まれって。いや、そう、別府生まれの別府育ち。本当？ええ、そうなんですよ。うん、ええ、はい、はい、私北浜育ちですからね。街中なんじゃないの？そうよ。だってね、私あの何？北幼稚園、北小学校ですからね。うんうん、あの別府の人に聞くと分かります。うん、あ、お町の子やねって。産湯は温泉で。温泉です。あ、それ私も。え、うん、ららら、そう、ね、あんたどこで生まれたの？楽天地の下。ああ、原町あたり。山と、あ、お猿さんと間違えないで。まあね。そう、ええ、あなたどうしてコアラ知ってるの？
いつどうして、ま、私がですねコアラに入ったというのは、だから何年か89年ぐらいね、今から何年前、7年ぐらい前、うん、はい、私とパソコンの出会いはロータス123との出会いでした、うん、そこからですね、うん、そこから入って今までだから市役所入ってその手で計算してたわけね、縦横計算で、うん、でパソコンの研修行ってみていわゆる表計算いじると、うわなんでこんなに簡単なんちゅうのが分かった。市役所で表計算とかあるの？なかったんです当時。あ、当時は電卓ですわ。いやというか計算するようなことは どんなことがあるの？だからあの私当時ですね、給料計算、ええ、給料っていうかですねちょっといろいろお金を出す仕事で、縦とか横とかの計算合わせて、うん、でねやっぱ電卓だとバチバチ置かないといけないんです、うん、それがこうデータ入力するだけで縦も横もスパーンと合うでしょ、うん、そのまずロータスの魅力に取りつかれまして、気持ちよさ、ええ、それで自前で買って、自前でパソコン買いの買ったので、たまたま師匠、パソコンの師匠がいて、うん、その人にパソコン買ったらね通信やらなきゃダメなんだよと言われたところが言われてからですわ。おで最初はだからニフティが主だったんだけど、でコアラはロムだったですね、ええ、それでやり、そうだな、アクティブだったいつからかな、ネオをやりだしたぐらいかな。あ、ネオって何？地域づくり、地域ネオだよね。はい、ネオって何？説明してください。大分県の地域づくりの塾があったんですよ。うですね、うんうん、知事の直下で動くことができる。塾長がね、平松さんでね、うん、ネオ21というですね、うん、はい、2年間の研修がありましたね。結構面白いことやったんだよね。そうですね、一応三重町とかですね、農村に出て行ってですね、うん、あの文庫高田もそうですけど、うんうんうん、出て行って、うん、その方たちと交流するとか、うん、流通のことも勉強しましたし、ね、うん、県外でも行ったじゃない、県外、あとそう桐生ネットワークフォーラム行かせていただきましたですね、僕はそこで、はい、地域ネットワークは潰れるって話した時で、そうでこのままじゃ潰されるって話でしたね。でも当時ね、うん、あのその三重町だとか、うん、ああいったところの農村でできたものをですね、うんうん、コアラで売ってみましょうなんていう案もね、やってたね、言ってたんですよ、うん、今でこそ売れないのよね、インターネットでね、うん、アイガモのねやつなんかも本当に、うん、そう、アイガモ米、うん、で今もう結構メジャーになりました、うん、当時まだ知られてなくてね、そうそう、ね、うん、話すといいよ、うん、ね、単語に、うん、うん、でも昨今さ、そうやって、うん、パソコン通信始めたけどさ、インターネットはいつぐらいから、インターネット実を言いますとですね、コアラがインターネット2年前の7月ですよね、うん、その後、うん、私がですね昨日ちょっと書類整理者出てきたのがコアラ事務局から村上さん、あなたの ID とパスワードって見たら、ちょうどその年の8月の29日でしたね。お、早かったね、結構だから早かったのかなっていうね、小野さんが苦労した後には美味しいとこを私いただいたという感じですか。あの子寂しかったのよ、一人でやってたみんなに言っても理解してもらえなくて、ね、だって分かんないわね、言葉だけではね、これ、うん、そうそう、ね、それで僕がやりだした理由が、うんうん、ちょうどだからそのね7月ぐらいに Mac 買ったんですよ、うんうん、ああそうだそうだ、それでね、うん、やれたんですよ、ね、うんうん、あのまま私 DOS の世界ですとまだできてなかったでしょ、うんうんうん、決してこれはApple がスポンサーでありません、ね、ありません当時は Mac が良かったって話ですね、うん、はい、うん、であの時にさ、うん、何やか言いながら、じゃあみんなとにかく来てみないって言ってね、乗、うん、センターでいっぺんそのホームページとかいうのを見せてあげるから、うん、とみんなわけわからず来たじゃない。そうですよね、うん、初めて見ましたね、当時はモザイク、モザイクでしたね、モザイクだ、 それで、ね、それ当時また懐かしいのが、うん、あの当時まだモザイクはシフトジフのパッチを当てないと日本語が出なかった、うん、そうだった、そう、それを当てた時、日本語が出た時の嬉しさもう真剣嬉しかったですね、ね、ね、うん、それがさ、ホームページ作ったのいつになった、私作り始めて9月1ヶ月ぐらい、うん、10月ぐらいまでにはどうやら、で HTML って難しいかなって思ってたら、うん、全然難しい、あ、私ありません今、あ、もうあれ一本しちゃったわけね、すいません、ベップ氏のホームページ、はい、今ベップのホームページだから、うん、みんなその何 HTML って難しい難しいって、うん、もう食わず嫌いだったんじゃないのかなって感じで、うん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 、やってみると簡単じゃんって感じですよね、うんうんうん、で僕が深いんだよねこれ、そう、うん、もうだから 今でこそ言えますけどね、うん、もうあの最新のやつっていうのはまだどんどん変わっていくでしょ、うん、だから追いついていけない部分がちょっと今心寂しい部分ですよ ね、うん、だからもう何やっぱ専門家じゃないともうできない部分に今領域に結構今ウェブの世界って行ってるから、ね、うん、できた当時のあのワクワク感っていうのはちょっと最近ないかなって今感じはしてますけど、ね、でもねそれはね僕初心に帰るべきだと思うの、うん、ミサちゃんがさ自分で一生懸命作ってるでしょ、うん、でね僕たちちょっとあのやはり
コアラっていうのは少し、なんていうか、まあ、歴史があるといったらおかしいけどね、うん、インターネットで高々2年だけど、予想よりも少し早いでしょ、うん、ということでね、うん、やはり 時代を経て、こう変わってきてるわけだよね、うん、昨今ねちょっとあの情報提供型の情報が多くなってると思う、うん、ホームページ、ね、テレビみたいになってる、そうでしょ、まあ、まさにこういったこともそうだしね、うん、だからこれがね個人の顔を少しあの薄くさせてるような感じでしてしょうがないの、うん、ところがねやっぱしね手作りでさ技術や用紙であってもさ私の家の前、うん、今日の日朝昼、うん、夜とかね、うん、ね1ヶ月前5月の私の窓から見た景色6月の景色、7月の景色ってね、こう緑がこう変わっていく様とかね、そういったものをやってる方がよっぽどこう、うん、面白いと僕思うのよ。そうだ、ね、だから最初にね、うん、僕たちがそのネットワーク、インターネットで出た時に、うん、本当にあ僕たちはもうグローバルビレッジの一員なんだって思ったんですよ、うんうんうん、ね、うん、それでもう世界中がみんな友達だっていうか、うん、みんなもう当時手作りばっかりだったからね、うんうん、だから非常にそのだったんだけど、うん、でもやっぱ最近そういうメディアっぽくなってきたところがあって、うん、でもやっぱり何この間もちょっと例外と言いましたけどね、うん、ネティズンのルネサンスがまた起こるんじゃないの、うん、っていう気がします、うんうん、今僕はまさにそういうふうに考えててね、うん、なんとか今実は7月から新しいシステムを少し導入し始めるでしょ、うん、なんとか個人の顔をもう一遍表に出したいと、うん、またこういうふうなねマスメディア的な要素もたくさん取り入れていくのよ、うん、でもこれだけじゃなくてもっと個人の顔が表になって個人が主人公になる、うん、一人一人がもっと主人公になれる、そういったメディアに作り変えたいのよね、うん、アイデアも富む、小野さんが静かになればいいビルマックいっぱいで、私たち、うん、ね、衣装笑わない笑わない受けてますすごく受けてます、すごく受けてますやったねうん、うん、そうで、ところで肝心の雨降ったら何するのは、雨降ったら何す するの私、うん、雨降ったらですね、どうして最近雨降ってんのにそんなに色がよろしいんでしょうか。私ですね、実は言うと、うん、一年発起しましてですね、今もうあの通勤に車使わず傘さしてでもや仕事の場まで歩いていくと、このアーミーパンツでね、ちょっと亀亀亀亀僕でやるぞ、どうだ今から見てらっしゃい見てらっしゃい僕でやるぞ、ね、私はもうちょっと一年発起しましたので、はい、でも歩いて、うん、10分ぐらいじゃない15分でも朝も歩いてるし、ね、お町の住人だから、うん、いや子供の頃から私スパビーチ毎朝歩いてますよ、ほう、うん、あ早起きだよな、早起きです、うん、何時でしょう、5時半に食べたジジイだジジイでも誰かよりはいいと思うんですけどね僕寝るのが早いだけど、そうですね、いや私も寝るのが早いジジイ、オッケー、時差がね、うん、僕のところ時差があってね、川向こうだもんね、確かにあそこから ね日付変更線があるかもしれない入局も違うもんね、違うんだそう、手な具合なもんで、はい、だけどあなた映画しょっちゅう行ってるじゃない、そうですね、雨の日に映画行かないの、映画行きますよ、うん、今年はちょっとですね、今本数落ちてるんですけど、うん、うん、そうですね、うん、この間も行きましたし、うん、はい、うん、そういったことをさ、コアラの、うん、電子会議室に書くのも楽しいでしょ、そうですよ、ホームページ作ることも楽しい、あのウェブにそういうのを出すのも楽しいし、うん、やっぱ今まで通りの何その文字の、うん、表現の仕方、うん、そういうのも考えながらね、うん、あのコアラに書くっていうのも楽しいですね、うん、やっぱ双方向のコミュニケーションがいいよね、そうですね、ね、だから本当はね、このカメラとかをたくさんみんなが持ってね、実はいずれあのここにあるあのパソコンもね、実は今日聞いたら、うん、テレビ会議ができるようにしたんだって、うん、だから、このパソコンでさテレビ会議するようになるかもしれない、うん、どうやっていいか分かんないけどカメラついてますね、ついてんだけどね、このカメラ向こうにはさ あ, の、うん、あちこちつながってるからね、例えば平町のところもあるのよ実は、あら、うん、怖いわね見ててね、指示が出ちゃったりしてね。ねということはいろんなことができるようになるから、うん、はい、もっと面白くなるかもしれないね。うんうん、またいろいろ頼みますね。はい、うん、微力ながら。で結局はさ、ね、村上君が今言ったようにさ、我々としては、なんていうかな、双方向の会話ができるようなホームページ作りね、のシステムを作らなきゃいけない。うん、ということで。来週のテーマは、来週のテーマ、新しいシステムを作ってる人をできれば呼んでもらいたいな、いやいやそういうふりでした、本当にまあ、お嬢さんと思ってもらう、どうなるか分かんないの、うまく捕まるかな、いや、拉致するしかないですよ、ね、ね、あの外にいる人たちもね、違う、このお客さんに来てる人たちもね、うん、もっともっとこのスタジオの中に帰ってもらって、ライブの中に帰ってもらってね、いろいろやっていきたい、とか電子会議の中のことも少しこの中で紹介したりね、うん、サラちゃん、サラちゃん、そういったところもよろしく、はい、じゃあ雨が明日降るよ、今晩から降るよ、はい、どうするかな、
歌いましょう。違う、歌いましょう。コアラスしかない。雨に歌えばか、それもいいね。はい、コアラスですか。イメージも作って。はい、満席に。はい、じゃあまた来週。来週、また来週。